1993年度。日本語能力試験。聴解4級。これから4級の聴解試験を始めます。問題用紙を開けてください。問題1。絵を見て聞いてください。正しい答えを一つ選んでください。では、一度練習をしましょう。で、寒い時に着るものはどれですか？寒い時に着るものです。正しい答えは1です。解答用紙の問題1の例のところを見てください。正しい答えは1ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。今、何時ですか？今、何時ですか？5時5分です。今、何時ですか？2番。本田さんの電話番号は何番ですか？本田さんの電話、わかりますか？本田さんのは、06-8795-4400 です。06-8795 の、いえ、8795-4400 です。ああ、8795-4400ですね。はい、そうです。どうもありがとう。本田さんの電話番号は何番ですか？3番。女の人はどの切手を何枚買いますか？タンさん、すみませんが、切手を買ってきてください。はい。41円切手を3枚と、60円切手を5枚お願いします。はい。41円3枚と、62円5枚ですね。はい。女の人は、どの切手を何枚買いますか？4番。男の人が椅子を作っています。女の人はどの木を何本取りますか？ちょっとすみません。長いのを3本、短いのを2本取ってください。長いのが3本と短いのが2本ですね。はい。女の人は、どの木を何本取りますか？5番。学校のバスはどれですか？あれが、私の学校のバスです。ああ、あの白いバスですか？ええ、あの一番後ろのですよ。ああ、白くて小さいのですね。はい。
学校のバスはどれですか？6番。男の人の会社の建物はどれですか？田中さんの会社はどこですか？あそこに高い建物があるでしょ？あの後ろにあるのが私の会社の建物です。ああ、あの上が丸い建物ですね。ええ。男の人の会社の建物はどれですか？7番。男の人はどの部屋に住んでいましたか？ほら、あれあれ。あれが僕が去年まで住んでいたアパートだよ。どの部屋？4階の右から4つ目。4階の右から1、2、3、4。あ、あそこ。男の人はどの部屋に住んでいましたか？8番。どのシャツを買いますか？いろいろあるね。ええ。ポケットがあるシャツがいいな。じゃあ、これはどう？でも、ボタンが大きいのはあまり好きじゃないから。じゃあ、これは？あ、それがいいわ。どのシャツを買いますか？9番。お土産は何ですか？はい、これ。何？お土産だよ。旅行の。食べるの？じゃあ、また言うよ。花を入れるものだよ。あ、わかった。お土産は何ですか？10番。田中さんはどの人ですか？すみません。田中さんはいますか？ええ。あの新聞を読んでいる。あ、あのメガネをかけている人ですか？いいえ。あの人じゃなくて、窓のそばの人です。あ、わかりました。田中さんはどの人ですか？問題2。絵を見て聞いてください。正しい答えを一つ選んでください。では、一度練習をしましょう。で、女の人は今何をしていますか？1。テレビを見ています。2。本を読んでいます。3。お茶を飲んでいます。4。電話をかけています。
正しい答えは2です。解答用紙の問題2の例のところを見てください。正しい答えは2ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。今、試験をしています。学生が時計を見ました。あと何分ありますか？皆さん、試験は10時半までですよ。いいですか？10時30分までです。あと何分ありますか？ 1 5分です。 2 10分です。 3 15分です。 4 20分です。2番。手紙を書きました。これからそれを出します。他に何がいりますか？ 1 封筒です。 2 はがきです。 3 ボールペンです。 4 切手です。3番。机の下にあるものは何ですか？机の下ですよ。1 本です。2 靴です。3 カバンです。4 椅子です。4番。男の人は何をしていますか？ 1 山の写真を撮っています。 2 山の写真を持っています。 3 山の写真を貼っています。 4 山の写真を見ています。5番。学生はここで何をしますか？ 1 本を読んだり勉強したりします。 2 新聞を売ったり買ったりします。 3 テレビを見たり音楽を聞いたりします。 4話をしたり、パーティーをしたりします。6番。男の人が先生にダンスを習っています。男の人はどこが違いますか？まず、まっすぐ立ってください。そして、右の手を上に上げます。それから、右の足を前に出して、上を見ます。こうですか？あ、ちょっと違いますよ。男の人は、どこが違いますか？ 1 手です。2 足です。3頭です。4目です。7番。男の人と女の人が写真を見ながら話しています。写真の中には誰がいませんか？
わあ、これ、古い写真ですね。この小さい女の子は、妹さん？ああ、それは私です。妹は、まだ生まれていませんでした。うん、そう。じゃあ、後ろは、お姉さんですか？はい。男の子は、お兄さんと弟さんですか？はい、そうです。写真の中には、誰がいませんか？1、お姉さんです。2、お兄さんです。3、妹さんです。4、弟さんです。問題3。問題3は、絵はありません。聞いてください。正しい答えを一つ選んでください。では、一度練習しましょう。ねえ。女の人は、明日どこへ行きますか？明日、学校休みですね。映画に行きませんか？それから、レストランで食事でも。でも、あさっては試験ですから、明日は友達の家で勉強します。じゃあ、この次。女の人は、明日どこへ行きますか？1、映画です。2、友達の家です。3、レストランです。4、学校です。正しい答えは2です。解答用紙の問題3の例のところを見てください。正しい答えは2ですから、答えはこのように書きます。では、始めます。1番。あさっては何日ですか？あさっては5日ですよね。いえ、違いますよ。今日は4日ですから。うん、そうか。あさっては何日ですか？1。5日です。2。6日です。3。8日です。4。10日です。2番。男の人と女の人が日本語の勉強のことを話しています。二人は漢字の勉強が好きですか？嫌いですか？日本語は漢字の勉強が大変ですね。でも、漢字は面白いですよ。私は好きです。そうですか。僕は嫌いですね。文法は好きですけど。そうですか。私は文法は嫌です。二人は漢字の勉強が好きですか？嫌いですか？1。男の人も女の人も好きです。2。男の人も女の人も嫌いです。3。男の人は好きですが、女の人は嫌いです。4。男の人は嫌いですが、女の人は好きです。3番。お母さんは何を洗いますか？
ただいま。まあ、汚いわね。うん。早くその汚いのを脱いで、こっちの綺麗なのを履きなさい。洗うから。はーい。これを履くの？そうよ。お母さんは何を洗いますか？1、ズボンです。2、シャツです。3、帽子です。4、上着です。4番、男の人は何を飲みますか？いらっしゃいませ。何にしますか？オレンジジュース。はい。私はミルクを。はい。ミルクですね。あ、ミルクもあるんですか。じゃあ、僕もそれをお願いします。はい。ジュースは。あ、いりません。男の人は何を飲みますか？1、ミルクです。2、オレンジジュースです。3、オレンジジュースとミルクです。4、何も飲みません。5番、みんなで九州へ旅行に行きます。何に乗って行きますか？今度の休みにみんなで九州に行きませんか？飛行機で。わー、いいですね。でも飛行機は高いですね。新幹線で行きませんか？もう切符がありませんよ。じゃあ船は？船は安いけど疲れますからね。でも車よりいいと思いますけど。そうですね。じゃあそうしましょう。何に乗っていきますか？1、新幹線です。2、飛行機です。3、車です。4、船です。6番、よしこさんの兄弟の中でピアノを弾く人は誰ですか？よしこさんはピアノがお上手ですね。そんなことないけど、妹の方がもっと上手ですよ。妹はバイオリンも弾くんです。へえ、すごいな。お姉さんもピアノを弾くんですか？いいえ、姉は弾かないんですよ。よしこさんの兄弟の中でピアノを弾く人は誰ですか？1、よしこさんだけです。2、よしこさんと妹さんです。3、よしこさんとお姉さんです。4、妹さんとお姉さんです。7番、今日の授業は教科書の何ページからですか？おはようございます。今日は教科書の191ページからですね。先生、191ページは先週もう終わりました。その次のページからです。あ、そうだったね。じゃあ、そこから始めよう。今日の授業は教科書の何ページからですか？1、
190ページです。2、191ページです。3、192ページです。4、193ページです。これで4級の懲戒試験を終わります。Let me go this way, today is my day. God is taking place tonight.